のりこさん、深夜のお話って結構弾んじゃいますよね。で、普段考えないこととか人に聞かないようなことも聞いちゃうんですよね。で、今回はですね、車のことをちょっとお話ししましょうか。一個ずつ回答していきます。ガソリン車買っちゃったんですか？全然悪くないと思いますよ。あのね、新車の販売がなくなるんですよ、おそらくね。2035年ですか、2035年をめどに、日本国内では2030年度台をメインにですね、まあ、めどにですね、新しくガソリン車の販売が規制されると。国によっては禁止されるんですよ。でも中古市場ではやっぱりね、中古車っていうのはどんどん出回ると思いますし、結局ね、ガソリンスタンドがこれほどまで細かくあるとガソリン車の方が便利なんですよ。で、電気自動車にしても水素自動車にしても、ガソリン切れっていうかね、電気切れしちゃうと、ガス切れしちゃうと、そっからニッチもサッチもいかないじゃないですか。そうなると旅が安心で快適に楽しめないんですよ。ガソリン車であっても、例えばガソリンのゲージがなくなって燃料切れですみたいな時になるじゃないですか。そうすると、まあ 2,3 キロ走ったらどんなとこでも、どんな田舎でもガソリンスタンドぐらい見つかりますよね。でもどうですかね、そういうふうな電気の供給場所とか、水素電池の充電場所っていうのは今のところほとんどないんですよ。だからまずはこちらの方を全国津々浦々に張り巡らした後じゃないと、電気自動車の普及ってのは進まないでしょうね。今電気自動車持たれてる方も、長距離走行というよりも普段の生活圏内の中にどんなに悪くても充電ができるっていう環境を整えてるからこそ購入に踏み切ると思うんですよね。例えば充電器を自宅と外出先とかね、設置しておいて、その上で買うみたいな感じですよね。で、しかもその充電器っていうのが、10万から20万する充電器は6時間充電で満タンになるんですけども、急速充電って言って30分のやつっていうのは200万から300万するんですよ。でも急速充電池を買ったところでね、スーパーチャージャー買ったところで電気自動車を満タンするのに6時間かかるわけですよ。現実的ですかね、これね。だから今のところはデモンストレーションとか特別な用事の時にだけ使われて、普段使いにはね、向かないでしょうね。ただこれからはどん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 便利になると思います。なぜならもう車の方が先にできちゃってるんで、この車便利でね、使わざるを得ないと思うんですよ。日本はだいぶ遅れちゃいましたけども、中国でも電気自動車がやっぱり多いですしね、アメリカでもそうですしね、ヨーロッパの方、フランスなんてのは電気自動車ぐらいしかないみたいな感じです。フランスは先に、充電設備を整えたところがあって、これは国策でやったんですよ。で、企業単位ではもうすでにできませんので、例えばトヨタっていう会社が車を作っていても、トヨタのガソリンスタンドっていうのはないですよね。ガソリンスタンドはガソリンスタンドで別にあるわけなんですよ。そしてそっちの方が先に、出来上がったんで、車が売れやすくなって、車の生産台数とか販売台数に応じてガソリンスタンドはどん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 地方にもできていったという形なんですよね。うん。で、ガソリン車を買っちゃった場合は値段が下がるというよりも逆に上がりますね、きっとね。私はそう思いますね。うん。私もトランザム買ったばかりなんですよ。トランザム買って2年ぐらいになるんですね。トランザムってのは83年の車ですよ。40年ぐらい経つんですよ。でもなんでこの時期に電気自動車が来るかもしれないと思って買ったかっていうと、ガソリン車が今度はね、作られないんで、今度は希少車になっていきます。で、車のマニアってずっといるんですよ。例えば未だにね、馬車馬を飼ってる人っているんですよね。で、大切なイベントの時には馬車が活躍するんですよ。結婚式ですとか、遊園地のオープニングセレモニーとかね、スーパーのオープニングとかにも出てきます。馬車がカポカポ広島市内走ってるんですよ、たまにね。広島市の近くにも石打ちっていうところがありまして、その石打ちっていうね、山ばかりのところで馬をきちんとね、飼育してたりとか、試乗してたりとかね、それこそ乗馬クラブだったりとか、あと記念撮影のために使われたりとかね、いろんなこと形で使われてるんですよね。まあそういう使われ方にはならないかもしれませんけども、将来ガソリン車っていうのは生産がもうされないっていうところで、年を追うごとにどんどん生産台数が減ってくるんで、高値をつけると思います。そして当然ですけども、ガソリン車を電気自動車に改造するような、そういうふうなね、業者さんも出てくるんで、今乗ってらっしゃる車、当面はこのまま心配ないと思いますし、10年経っても特に困ることはないと考えますね。私も同じ気持ちで買ってますからね。ですので実際はディーゼルカーもたまに今でも走ってますけども、まあガソリン車なくならないですよ。私たちが生きてる間には少なくとも免許を返納するまではね、全然平気で乗れます。で、下取りもされますんで大丈夫です。一時的に値段が下がることはありますよ。というのが、電気自動車を買い替えようとするタイミング、大体似るんですよ、みんな。
例えばセールスの時とか補助金が出る時に、じゃあこれを機会に買おうかっていうところで下取りに出すブームが起きます。その時には車は安値になりますから、そのブームじゃない時に売ることを検討したり、あと今でしたらね、やっぱりメルカリとかヤフオクで売るとやっぱ直接取引の方が高く売れたりします。だからそちらの方がいいんじゃないかなと思いますよね、まあ今のうちに売れるかどうか算段しておくっていうのも一つですけども、まあでもそんな驚いた方で値下がりしないと思いますよ。あのガソリン車ね、大丈夫ですよ。ガソリン車のユーザーの方が圧倒的にまだまだ多いですから。で、電気自動車に変わる時ってどんなに早くても、10年後とかになるんじゃないですかね。まあちょっと日本はもっともっと遅れそうですけどね、まあ20年ぐらいかかるでしょうね。どうやっても20年かかってもガソリン車は中古市場にきちんと流通が起きてますから、きちんと下取りもされますし、まあベンツだとね、割とあれじゃないですか、便利なんじゃないですかね。ベンツでしょ、ベンツいいですよ全然。新車で買ってもあと4年半ローンが残っている、全然心配ないです。楽しんで乗ってください。ね、電気自動車にシフトするにしても、もう2037、8年とかね、2040年ぐらいの時に中古で売るのはちょっと手こずるかもしれませんけどね。まあでもどうなんですかね、ローンが終わった時に売ってもいいんじゃないですかね。まあ2027、8年に売るんだったら今の相場とほとんど変わらないと思いますし、2030年ぐらいからちょっと考えた方がいいかなっていうことは起きるかもしれませんけども、ただやっぱりね、ガソリン車の販売停止が2035年にピタッとは起きないと思うんですよね。ちょっとここは分かりませんけどね、2030年度台を目指すみたいなこと言われてましたんで、車についてはそんな感じです。久保さんだったら、私と同じ状態だったらどうされますか。もう放置ですね、全然気にしないですね、ギリギリまで乗っていけばいいんじゃないですかね、で電気がメインになった時はガソリンスタンドは減っていきます。今でもだいぶ減ってるみたいですけども、下取りしてもらえないってことはありません。どうしてもね、ベンツの種類多いじゃないですか。その今ベンツ乗ってらっしゃる方が継続して乗りたがる方っていますんで、その方が欲しがりますね。同じこと言いますけども、希少車になってきますこれから。だからなんですかね、キャブレターレンジン車ってあるんですよね。だから私の年代みたいな1982年とか3年までの車はキャブレターエンジンって言って、今の電子制御の車とは違うんですよ。だからキャブレターエンジンってのも未だに売れてますからね、やっぱりね。逆に希少性が高まっちゃって、高いぐらいですよ。だから私のトランザも40年落ちなのに、旧車じゃない、車体買取価格が200万とかですからね。もうボロクソなんですよ、ボロクソ。エンジンも乗せ替えないと走らないし、タイヤなんてめちゃくちゃだし、メーター類とかも傷んでるのに、それでも200万買取なんですよ。でいろいろメンテナンスして走れるようにして、私の場合はレプリカをしてね、で総額で900万ぐらいなんですよ。だから結構高くなるとまで言わないけども、値段がガーンと下がることは考えられないと思います。大丈夫です、車に関しては。以上です。